去年3月に統合により廃校となった下田市の中学校で備品を住民に還元する譲渡会が行われ市民らでにぎわいました。6時に来たよ。6時に来たの？下田市三栗にある旧稲津佐中学校に集まった大勢の市民。お目当ては午前9時半から行われた中学校備品の譲渡会です。譲渡の対象品は椅子や机にトロフィーなど様々。持ち帰ることができる備品ならほとんどのものが対象です。午前6時に来た親子は会場と同時に岩石の標本や顕微鏡を確保していました。飲食業や宿泊業を営んでいるという男性が運んでいたのは、まず買わないものをやっぱ欲しいですね。これめっちゃ面白いです。ちょっと飾りインテリアに使おうかなと思って。市は廃校備品を地域や住民に還元することでゴミを減らすだけでなく再利用や再資源化にもつながると話していて、この譲渡会今回で2回目となり、来週も旧下田東中学校の備品譲渡会が計画されています。中学校の備品は次の所有者によって新たな命を吹き込まれることになります。